ドド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 。皆さんこんにちは、女子生き物ラボのゆきおさんだ。今日はですね、まあ過去3本とお迎え動画が続いてしまって、もう申し訳ありませんとしか言いようがないんですけれども、その子たちのですね、飼育環境、今どういう風に飼ってるのっていうね、皆さん動画出してほしいっていう風にリクエストをありがたいことにいただいたので、今回はお迎えした子たち、スワゴヒゲトカゲパラドックス、イベリアトゲイモリ、リューシスティック、そしてウニイグアナの T プラスアルビノトランス、シルバーの3種類の子たちの飼育環境を今回は動画にしていきたいなっていうふうに思います。それでは行きましょう、どうぞ。はい、まずフトアゴヒゲトカゲのパラドックスのこのお家を紹介したいなっていうふうに思います。で、これで2ヶ月過ごしてもらってます。で、これケージ自体は横が60、縦が45、奥行き45のグラステラリウムを使ってます。で、中をね、ちょっと紹介していきたいなっていうふうに思います。今ちょうどね、池江さんを食べてまったりしているところですね。お腹を温めてます。で、まあ、全体を見ていただいて、こっちに UVB ですね、これレプティさんの 10.0 UVB を使ってます。それを中に入れてて、で、奥に小型ハロゲンランプのマイクロ3の 53W をこうシェルターに向けて、ここがバスキングスポットになってるって感じですね。で、これめっちゃ私好きで、ビバリアさんのバスキング&シェルター。これバスキングするとこにもなるし、夜ここの中で寝てる時もあるんで、シェルター代わりにもなるし、バスキングスポットになるっていう、一石二鳥のいいシェルター、バスキングスポットになると思います。これほんとおすすめです。まあ、小型のこういうね、簡単なシンプルな作りに私はしてるので、もうこういうのがね、一番重宝します。もう本当に管理も楽です。で、ここに、シリカゲルですね、除湿剤を、入れて、その上に温度計入れてますね。で、今日は、お野菜。あんま食べてないな。温度が低いからですかね。最近寒いんで温度がちょっと低くなっちゃってて、野菜の食いが悪いんですが、今日の献立は、水菜、オクラ、小松菜、チンゲン菜ですね。それらを切って与えています。カルシウムパウダー振ってますね。ちなみに床材なんですけど、フトアゴヒゲトカゲ全部ね、もうペットシーツに私変えました。実は。そうなんです。もともと砂とかを使ってたんですけど、このペットシーツに変えました。ちょっとやっぱね、誤飲が心配でしたね。そう、この子特にいっぱい食べる子なので、ちょっと誤飲しそうだなと思って私は、もうペットシーツに変えて、で、徐々にみんな他の子もペットシーツに今全員なってます。はい、フトアゴヒゲトカゲのパラドックスの子の環境はこんな感じですね。次はこちらですね。最近お迎えしたウニイグアナの T プラスアルビノトランスシルバーアイノ。その子の飼育環境を紹介したいなっていうふうに思います。ちなみにこのケージ自体は横が90で縦が45、奥行きが45のやつですね。で、もともとこれソアレが使ってたケージなんですよ。ソアレが使ってたものをそのまま使っています。まあ、一応ね、消毒して全部きれいにした後に生体入れてます。で、ちょっとなんか紹介していきますね。はい。まず、ここに、レプティさんの 10.0 UVB が一番高いところにありますね。太陽と同じ感じでやってます。高いところに行けば紫外線がいっぱい浴びれるっていう構造。もうここら辺にいたりもしますし、基本的にここのね、高いところにいるんだよね。で、ここにマイクロさんの 53W、バスキングライトはここに照らされていますね。で、こういう風に当たるようになっていて、まあ少しだけ当たるよっていうところに UVB がついてるっていう感じなんですけれども、まあ基本的にもうほんとここら辺とかでずーっと紫外線を浴びてるって感じ。熱帯亜熱帯気候の、トカゲなので、基本的にフトアゴと違ってガンガン紫外線浴びて、ガンガン太陽光に体を当てるっていう感じのトカゲではないので、習性が全く違うなっていう印象でしたね。このイグアナさんって結構湿度がね、必要なんですね。熱帯亜熱帯気候なので湿度が必要なんです。なので、この水入れをね、おっきいの入れてます。で、もうちょっとね、おっきいのにしようかなっていうふうに思ってます。タッパーみたいなやつに、ちょっと一回してみようかなっていうふうに思ってます。それか、上から、フォグっていう霧が出る機械があるんですけど、それを入れてもいいのかなっていう、ちょっと検討してますね、今。まあ、冬場になってきて乾燥してくるんで、フォグでもいいかなっていうふうに思っていますね。で、真ん中にこう、ドンって木があることによって、で、結構ね、行き来しやすいみたいで、すごいイグアナには適してる環境なんだなっていうふうに思いますね。半樹状性とか樹状性のトカゲさんにはすごくいい環境なんだなっていうふうに思いました。で、ここにご飯入れてます。これフトアゴさんのお野菜に、
リクガメフードを入れてますね。で、床材なんですけど、これペットシーツで、イグアナのベビーって結構自分のうんちとか腐ったお野菜とかをあえて食べる習性があるみたいなんですよ。まあ理由は、やっぱこのベビーでまだ腸内環境のね、安定してないっていうことで、あえてそういう腐ったものとかを食べて、腸内環境を保つっていう習性があるみたいなんですけど、なので私ちょっとあんまり、ここら辺うんちいっぱいあるんですけど、あんまり、こう綺麗すぎるっていうのも良くないみたいなんで、あんまり掃除してないです、あえて。トゲワガマとかもそうだと思うんですけど、あんまり綺麗すぎるのも良くないみたいなので、ペットシーツに、大体、まあ、うんち、もうちょっと溜まったら交換しようかなっていうふうに思ってます。で、これだけだと、やっぱこう、球児の中を照らすっていうのはすごく難しいので、上にアクアリウム用の LED ライトをつけてます。これでもう、明るさはめちゃくちゃ完璧です。言うことなし。はい。じゃあ最後にですね、お迎えしたイモリの環境を紹介したいなっていうふうに思います。まず、こちらが、この水槽が、横45の奥行き17っていうすごいスリムな水槽なんですよ。これアクアリウムの水槽なんですけど、めちゃくちゃスリムなのね。もう奥行きが本当に17しかないので、すごいスリムなんですけど、まあなんでこれスリムのタイプにしたかっていうと、単純にこれ水替えがすごい大変だなと思って、で、まあ今水半分の量入れてるんですけど、これでもやっぱ女性一人で運ぶっていうのはすごい重くて、毎回毎回大変なので、で、水系のイモリなんで、水が汚れちゃうと、感染症とかの、可能性も結構出てきちゃうので、私はあえて、もう、水替えを毎日できるような、簡単な、シンプルな作りにしてます。その方が多分、もうこの子たちの飼育にとっても多分一番いいと思うんですよね。あんまりごちゃごちゃさせないでやってますね。それで考えたのが、この、横45の奥行き17っていうね、すごいスリムタイプの水槽がめっちゃ水替えしやすいんですよ。これ結構ね、プラで軽いんですよ。で、すごい扱いやすい水槽なので、これにしてめちゃくちゃ良かったですね。で、奥行き足りないんじゃないかって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、今んとこそんな感じしないですね。基本的になんかこの子たち、昼間はすごい、この造花みたいなところの下のところでこう隠れてるんですよね、結構ね。習性がそういう感じらしくって、年中こう泳いでる感じじゃないですね。こうずっとこうじーっと、もうこの子なんて直立しちゃってるからね。直立してるんですけど、このままじーっともう本当にぼーっとしてる感じで、あんまり動き回るような感じの子たちではないので、これでも全然大丈夫そうだなって感じですね。まあでもなんか夜の方が活発に動いてる感じがします。それでも、この大きさがあれば、まあ、横が45あるんで、この大きさで全然十分だなっていうふうに思いました。で、ここに温度計をつけてて、で、中にこの100均のダイソーで買ったこのポトスのプラスチックのやつを入れてるんですけど、これがね、ビンゴだった。最高。これが一番良かったですね。なんか変にシェルター入れるんだったら、多分これの方が多分いいと思います。見栄え的にもいいし、ここら辺ね、結構ね、引っかかってたりとかするんですね。それでなんかこう休んでたりとか、呼吸しやすいように上の方にいたりとか、まあなんか自分の好きなようにやってるんで、今はね、こうしっかりこうやって潜ってるけど、まあ呼吸しやすく上にいるよとか絡まって、あえてね、休んでるよっていうことがすごいよく見るので、あえてこれにして本当に成功でした。これが一番良かったと思います。藤ピコさんがおっしゃってたのは、シェルターみたいなの入れてもあんまり、なんか登んないんだよね、みたいなこと言ってたんで、あ、そうなんだ、じゃあどうしよっかなと思ってたんですけど、このポトスのね、プラスチックのやつでやってみようと思ってやったらもう、完璧に一番多分これ、過ごしやすそうなんじゃないかなっていうイメージですね。ワイワイ泳げるようになってて、だいたいここら辺に餌を落としてあげると、全部集まってきます。最近なんか覚えたみたいで。で、上に、前ライトの紹介をした時に、水作さんの300とかのライトです。これを、このガラスの上に置いて、こんな感じで照らしてます。で、あえてこれライトをつけてて、日中と夜っていう感じで分かるようにしてます。はい、いかがだったでしょうか？今回は、5時ですね。ということで、今回はですね、最近お迎えしたフトアゴヒゲトカゲパラドックス、そしてイベリアトゲイモリニューシスティック、
そして最後にグリーンガナの T プラスアルビノトランスシルバーアイのこの3種類の形の視環境を動画にしました。まあ最初なのでちょっと様子を見つつ今回はやってるっていう感じなので、またあの視環境が変わるよっていう時には動画にしていきたいなっていうふうに思ってます。最後まで見ていただきありがとうございました。参考になったよって方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。